分娩後出血、または分娩後以上出血とは、分娩後24時間以内の出血量が 500ml 以上、または 1000ml であること。この出血に加え、低血圧の兆候や症状が存在することである。分娩に伴う出血は避けられないものだが、その量が異常に多い場合、母体に様々な影響が出てくる。最初に見られる兆候や症状は、 心拍数の上昇、立ち上がる、際のめまい、呼吸回数の上昇である。出血量が増えると寒気を感じ、血圧が下がり、落ち着きがなくなるまたは、意識をなくすこともある。出産後6週間以内に起こり得る症状である。最も一般的な分娩後以上出血の原因は、出産後の子宮士官である。他に、胎盤停滞、子宮破裂、血液凝固なども、 原因となりうる。一般的に分娩後出血が起こりやすい人の特徴は赤血球が少ない、アジア系、巨大児を妊娠していた、または双子以上を妊娠していた、肥満、妊婦が40歳以上などが挙げられる。さらに低用切開、分娩促進薬の使用、永遠切開をした人にもよく見られる。予防は、基地のリスク要因を減らすこと、すなわち、 リスクのある分娩法を可能限り避けることや、分娩直後に子宮を収縮させるオキシトシンを投与することである。設備が乏しい場合は、オキシトシンの代わりに、ミソプロストールが用いられることもある。治療には、点滴、輸血、エルゴタミンで、さらに子宮を収縮させることである。もし他の治療の効果が見られなかった場合、子宮を手で圧迫するのも効果的である。 腹部を押して大動脈を圧迫するのも効果的である。世界保健機関は手術の可能な場所への搬送などに、低空気圧高ショッ食衣類の使用を推奨している。2017年の研究では、トラネキサム酸による女性の死亡リスクの減少が見られた。開発途上国では出産の約1.2%の女性に分娩後以上出血が起こり、そのうちの3%の女性が 死に至る世界的には年間約870万件のうち4万4000人から8万6000人が亡くなっており、妊娠による死亡で最も多い原因である。英国では10万人中約0.24人の女性が分娩後以上出血で死亡しており、サブサハラアフリカでは10万人中約150人の女性が分娩後以上出血で亡くなっている。 英国では遅くても1800年代から死亡率は大きく減少している。ありがとうございます。